はい、どうもさです。今日はですね、夜の港に来てるんですけども、今回狙う食材はですね、とっくりガンガゼモドキでございます。はい、一回で聞き取れた人いないんじゃないかな。クリガンガゼモドキでございます。はい。まあ、どんなウニかと言いますとですね、ガンガゼね、磯焼けの被害とかでかなり有名になったんですけども、それよりもね、マジでね、めちゃめちゃでかいウニがね、たくさんいるんですよ。で、今日はね、これを取って食べようかなと思います。ちなみにね、今日港でね、潜るんですけども、基本的にはですね、港で泳ぐと船に引かれる可能性がありますんでね、皆さん真似しないでくださいね。僕はね、今回ここの港、誰も船出さないっていうのを確認してから泳いでますから、めちゃめちゃ危ないですからね、知らない人は絶対潜ったらダメです。ということで、早速、取りに行って念願のウニ丼を食べましょう。さて、久しぶりの夜の海、とっくりガンガゼモドキはいるのでしょうか。夜の海はほとんどの魚が眠っています。奥にいるのはガンガゼの仲間ですが、何かは分かりませんね。こちらもガンガゼの仲間。こちらはシマハギ、島ではポピュラーなお魚。若干磯臭さはありますが、唐揚げや煮付けにすると癖になる一品。こちらのお魚は横島玉頭。逃げようとしてますが寝ぼけてますね。そしてこちら、どでかいうんこのような生物。こちらは栗色ナマコ。食べるとケツまで痺れる毒を持っています。さて、ここでマサルが何か発見した模様。何がいるのでしょうか。いたのは毒ウツボ。優に1メートルを超える大きい個体です。テレビのせいでウツボってね、獰猛なイメージがついてるんですけど、意外とね、臆病なんですよ。で、警戒心も薄いんでね、餌あげたりもできます。さて、ここで海の上で何か発見した様子。いたのはカサガイの仲間。こいつも食べると美味しいんですけども、また別の機会にしましょう。さて、ここでようやくとっくりガンガゼモドキを発見しました。いたのは白い個体。かなり大きいですね。潜航開始。がっつりとゲット。で、皆さん気づいたかもわかんないんですけど、ウニってね、動かないイメージあるんですけど、こんな感じで結構ね、夜は活発に動くんですよ。そしてまた見つけた模様。今度は黒いとっくりガンガゼモドキ。そして後ろにはまだら模様の個体がいました。そして皆さん、ここで注目です。こいつの名前の由来、肛門が日本酒のとっくりに似ているんですね。命名した人はめちゃくちゃ酒飲みやったんでしょうね。さて、こちらも捕獲していきます。やはり私と比較してもかなりのサイズですよね。結構でかい。と、こんな感じで1時間ほど取り続けました。これはまだら模様の個体。全部同じ種類です。さて、それでは陸に戻りましょう。いやー、取れましたね。まあ、たった10匹しか取れてないんですけど、一個一個これ 800g ぐらいあるんじゃない？めちゃめちゃでかいよ。これ、夢のウニ丼ができる可能性まである。じゃあね、戻ってウニ丼食おうぜ。はい、それでは戻ってきました。ということで本日は、とっくりガンガゼモドキっていう食材ですね。はい。まあ、皆さん、こんなでかいウニがいるってね、びっくりしたんじゃないですか。このウニはですね、島中どこにでもいます。これどんだけ重いんやっていうのは気になるんで、一旦測ってみましょう。一番でかいとっくりガンガゼモドキをいきましょうかね。でかくない？じゃあ乗せてみます。やばくない？ 465g、 でかすぎでしょ。ちなみに海はですね、日本国内だけで150種類以上、そして世界中には950種類ぐらいね、いると言われてるんですけども、で、その中で食べられてるのが紫ウニとバフウニ、あと赤ウニ、この3種類だけっていうのはちょっと皆さん違和感を覚えないですか。はい、ということでね、今日はとっくりガンガゼモドキ1回3年前に食べたことあるんですけど、3年前はね、あんまりちょっと美味しく調理できなかったんですけど、今回はね、しっかりウニの調理方法を学んできたんで、絶対に美味しく調理して今日はウニ丼を作って贅沢をしようかなと思います。はい、ということでね、早速観察していきましょうか。はい、こちらがね、とっくりガンガゼモドキですね。まあ、特徴としましてはですね、まずね、巨大すぎて、これ見てください。陸上にあげるとですね、自重に耐えれずね、結構ね、これバリバリとね、トゲが折れてるんですよ。で、この黒いのと
白いトゲ、そしてマダラのトゲ、この3色のウニがいるんですけども、これね全部同じ種類です。でこいつは自重が重すぎてこんな感じでね、ぺちゃんこにね、自分の重さでへこんじゃってるんで、水中に入れたものを見ていきましょう。はい、こちらが水の中のとっくりガンガゼモドキですね。普段はねこんな感じで丸みを帯びています。でめっちゃ動くんだよねこいつ。ウニってあんまり動かないイメージあると思うんですけど、ちゃんと歩きます。はい、結構ね移動します。でとっくりガンガゼモドキの特徴なんですけども、はい、皆さん気づいた人もいるんじゃないでしょうか。この太いトゲとですね細いトゲがあるんですね。この2種類のトゲを持ってるのが特徴的ですね。でこの細い方のトゲにですね毒があると言われています。この毒ね調べてみたんですけども、何の毒かは特定されてないみたいですね。最近磯焼けとかで有名になったガンガゼですらね、別にこういう毒があるんですよってね、毒が分析されてるわけじゃなくて、なんか海洋生物ってね意外とね毒があるっていうことは判明してても何の毒かまで研究されてないものが多いんですよ。鬼だるまおこぜとかも何の毒か分かってないです。で刺されたらどうなるんやっていうことなんですけども、知りません。とりあえず痛いみたいですね。そんな強い毒ではないみたいなんですけども、このトゲはですね厄介なことがありまして、ちょっと皆さんお見せしましょう。このね頑丈そうなトゲがねありますね。これはい、こんな感じで超簡単に折れます。この太い方の時はね毒がないです。細い方の時はもっと折れやすくて、刺されるのはまだいいんですけど、刺さると指の中とかで折れるんですよ。折れて一生取れないねトゲになります。ここがねちょっと厄介なところなんですよ。もうとっくりガンガゼモドキの情報いらんと皆さん思ってるかもしれませんけど、まだ続きますよ。なんでとっくりガンガゼモドキ、名前の由来気になりますね。ウニはですね肛門があるんですよ。頭側っていうのかな、こっちが口側で海藻とかをね食べたりしてるんですけども、こいつのケツどこにあるんやっていう話ですよ。これね表側にあります。このウニはですね陸にあげるとケツが引っ込んでしまうんですけども、ケツがですね日本酒を入れるとっくりにそっくりやということで、とっくりガンガゼモドキという名前がついております。水中映像だとちょっとね確認できるかもしれないんで、ちょっと参考画像があればここに貼っとくわ。うん、まあ、ガンガゼと見た目がかなり違うのがそこですよね。ガンガゼはね黄色い目みたいなケツをしてるんですけど、こいつはとっくりみたいなケツをしてます。ウニはケツで名前を付けられると。あと皆さん足見とこうか。はい、これがウニの足ですね。このウニャウニャってしてるちっちゃい足を動かして移動しています。ウニはねそんな動きが速くないんですけども、足はね結構活発にね動いてるんですよ。はい、ということで以上がとっくりガンガゼモドキの生態でした。ということでね早速調理していきましょうか。まあ、別にこのまま割ってもいいんですけども、刺されたりね目に入ったりするとめんどくさいんで、とりあえずクーラーにぶち込んでいきます。ちょっと強めにいってもいい、いや散るからやめよう、危なすぎる。あ、そう、こんな感じでちょっとね置いたりするとこのトゲの角度とかをねかなり自由自在に変えれるんですよ。昼間はですね岩のすごい小さい隙間とかにこのトゲを折りたたんで入って中でねトゲをバッてね広げて外側から取り出せない構造をしてるんでね、もしとっくりガンガゼモドキを取りたい人はですね夜に取るようにしましょう。とっくりガンガゼモドキに漁業権がかかってることなんて基本的にないんですけども、一応ね漁協に確認した方がベストですね。では、どうでしょう。うわ、こやつらトゲが臭いな。まさかこいつら臭いぞ。どんぐらい臭いかっていうと、このゼロ距離でおならされた以上に不快かもしれない。まあ、でも臭いものほど美味しいっていうこともありますからね。はい、それでは調理していきましょう。ウニと同じですね。トゲが取れなかったんでね全身毒で触れないんで、ちょっとずつ割っていきましょう。口です。ウニの身はですね黒いから臭いとかそういうわけでもないんで、色ではね味の判別つかないですよ。あれ、こいつ割れてんじゃん。でも身めっちゃ入ってるじゃん。うわ、これ綺麗にするの大変さ。うわー、めっちゃ入ってない？黒いけど。こっからはねひたすら割っていきます。ただ単に臭いっていうよりはなんか毒物的な匂いがしますね、悪い意味で。大丈夫かな。ちょっと待って、まさこほんまに臭い。体調悪くなってきたぞ、臭すぎて。ちょっと待って、昨日の夜とっくりガンガゼモドキわざわざ準備して取り行ってさ、今朝もうウッキウキでとっくりガンガゼモドキの情報をたくさん調べてさ、これ割る瞬間までウッキウキやったんよ。圧巻わこれ。今なんか無数の動物の死体に囲まれてるような気分ですね。じゃあ次の段階ですね。ウニはですね生殖巣っていう、まあ、卵だったりとか精子を作る器官をですね食べるんですけども、そこ以外はですねもう基本的にカップニのどぎつい味がして食べれたもんじゃないんでね、そこをね綺麗にしていこうと思います。でこれのをこうします。こうすると中のウニ汁がいっぱい出てきて、こいつウニ汁あんま出てこんぞ。ちょっと割りが足らないですね。ちゃんと割りましょう。もう一発や。こんぐらいでしょう。こんな感じで割っていきましょう。
うわ、これ4DX で匂い届けたいな、ご家庭に。この匂いみんなと共有したい。ちなみにウニほどもう味に上下差がある生物もなかなかいないと思います。魚とかね、なんだかんだね、どんなにまずいって言っても味のフォーマットみたいなのあるわけですよ。ウニとかナマコに関してはマジで美味しいやつと美味しくないやつの差が激しい。はい、それではこのウニ汁をきれいにしていきます。さて、きれいになったんで多分ここで美味しそうになってるはずです。いきますよ皆さん、気になる中身を見ていきましょう。え、待って、こいつ結構綺麗じゃない色。まあ、でも色が綺麗だからってウニは美味しいか分かりませんから。このウニの生殖層って真水につけてるとね、溶けて崩れていっちゃうんでね、あんまり真水とは触れさせない方がいいんですよ。はい、ということでですね、一次処理が終わりました。じゃあまずですね、ウニを振ったクーラーから見ていきましょう。こちらです。ドン。まずそうやね。そしてとっくりかなかぜもどきを処理した水、こちらです。まずそうやね。そしてとっくりかんがぜもどきの身、一番気になるところですよね。皆さんお見せしましょう。どうやこれ、めっちゃ綺麗じゃない。そしてね、ウニ水の中にですね、身が落ちてるんですよ。でかくない？ほらめっちゃでかいし、真水やからちょっと溶けてる。こんだけさばいてたらめちゃめちゃ刺されたんですけど、そんな痛くないですね。毒っていうほどではないです。コロナウイルスのワクチン注射の方が全然痛いわ。じゃあですね、取り出していきましょう。ウニはですね、塩水じゃないとこんな感じでね、これふやけちゃうんでね、塩水を作ってそこで綺麗にしていきます。そして塩、手で混ぜて汚いとかいうセリフは受け付けないって言おうと思ったけども、最近視聴者の人が俺に期待してなさすぎて、こんなことでは何も言わなくなってきた。そしたらこのウニをね、取り出していきましょう。え、待って、6つ、でっか。こんなでかい身、ニュージーランドのキナ以来だな。はい、取れました。やばくない？トゲが口に刺さると嫌な気持ちになるんで、しっかりとね、綺麗に取っていきましょうね。こういうね、黒い内臓みたいな部分をしっかり取っていく。これがね、非常にめんどくさいと。そう、こういうのがね、めんどくさいんで、ウニは高いんですよ。はい、2個目。うわぁ、すっごいブリブリやな。で、1つのウニからね、確か5個取れるはずなんですよ。でも3個しかないな。はい、3個でなくなりました。3個しか入ってないですね。見てください、400g のウニから、これ3つだけです。すごいな。日本人でもさ、あ、ウニって美味しいよなって思って見てても、これをさばくところを見たら、ちょっとウニ、って思うぐらいグロ映像やな。ちなみに紫ウニとかも中身ほぼ一緒です。中身は一緒。臭いですね。あ、臭いって言ったらあかん。臭いって言ったら食欲がなくなってくる。うわ、なんか手慣れてきたね。うわ、こいつ中身黒いな。黒っ。うわ、こいつ一番綺麗、今までで。外側が一番黒いやつが中身一番白かったですね。やっぱ人もね、ウニも見た目じゃ分かんないですね。うわー、やばい、めっちゃ棘刺さるな、手に。とんでもない匂いのおかげですごく手が進みますね。早くこのウニの残骸を洗い流したいっていう気持ちが非常に強いですね。結構量多いね。はい、というわけでですね、立ち行き前後のとっくりかなかぜもどきから、なんとこちらめちゃくちゃ取れましたね。ちょっとこれ匂ってみよう。怖っ、これが臭かったら怖え。鼻が麻痺してわからん。で、今日はですね、食べ比べということでですね、エゾバフウニを用意してます。見比べてみましょう。こちらです。こちらが、エゾバフウニの塩水処理ですね。全然ちゃうな。じゃあ取り出してみよう。開けてみましょう。うわぁ、全然色ちゃうな。なるほどね。これがウニの匂いや。塩をね、ちょっと流していきましょうね。ちょっと見比べてみましょうか。待って、一番状態のいいとっくりガンガゼモドキにしよう。一番状態のいいとっくりガンガゼモドキ。そしてエゾバフウニ、全然違う。うわー、なんか味の想像ができないな。で、こんだけ大量のね、ウニたちを使いまして、ウニ丼を作りましょう。はい、それではですね、ご飯を用意しております。じゃあ半合ぐらいでいいでしょう。はい、でここにすし酢ですね。で、切っていきます。うん、
オッケー。はい、では茶碗が見つからなかったのですり鉢です。茶碗がないのにすり鉢がある家で、ここにね、ウニを乗せていきます。なんかフォアグラみたいな色ですね、色合い的には。まず半分盛り付けて、エゾバフンウニも盛り付けていきます。まあ、ちなみにこのバフンウニは6000円ぐらいでしたね。ということで、ウニ二色丼完成ですね。食べてみましょう。はい、それでは完成しました。いただきます。ちょっと正直な話、ニュージーランドでキナを食べて以来、ウニが怖いっていう気持ちが半分、びっくりするぐらいまずかったんで、ね、ただめちゃめちゃウニ好きなんで、めっちゃうまいんじゃないかっていう気持ちが半分。いや、めっちゃ怖い。うわ、これ怖いな。じゃあこちらこれで醤油これにつけよう。ちょっと待って、怖え、あの匂いく。よしよし、まあ、味の評価としては、腐ったウニに腐った牛肉の汁かけたみたいな味しますね。ギリ飲み込めます。で、めっちゃ水っぽい。ウニの食感ではないですね。醤油かけてライスと食ったらまた違いますから。こんなもん、よいしょ。腐ったウニに腐った肉の汁かけて、それをご飯とかき混ぜて醤油かけた感じですね。あ、それを咀嚼して吐いてもう一回口の中に入れてるような味ですね。死体みたいな味がします。まあ死体なんですけどね、食べ物って全部腐った死体みたいな味がしますね。ちょっとエゾバフンに出してみよう。うわ、これすっごいな。ちょっと待てよ、ちょっと圧巻。同じ味や。これ環境が良くないかもね。空間が、でもほんまにやばい匂いが漂ってるんで、鼻を抜けていく塩の香りみたいなのが、やっぱウニって美味しいと思うんですけど、もう分からんくなってるな。はい、ということで打ち消しましょう。なんか美味しいの食べようとしてたのに打ち消すとか言い出して、ちょっと意味が分かんないんですけど、自分でも。はい、美味しそう。はい、美味しそうですね。いきますよ。気づいてしまった。とっくりガンガゼモドキ、味は美味しいわ。めっちゃ腐った匂いするけど、海苔で総菜したらまずいかいのうまいぐらいまで美味しくなるな。でもこれをわざわざ取ってきてさばいて食べようとはなかなか思わないかなって味ですね。ちょっと後でこれみんなにさ、解体のを見てないスタッフのみんなにちょっと食べさせてみて、これが美味しいのかどうかをちょっと判断してもらおうと思います。もうわからん。はい、ということでごちそうさまでした。結論、とっくりガンガゼモドキね、毒があって危険ですし、もし自分の家族がキッチンでとっくりガンガゼモドキさばいてたら、俺出禁にするぐらい臭いんで、これ絶対取らない方がいいですね。ちょっと悔しいな、こんだけめちゃめちゃ手間かかったのに。ということでですね、スタッフの人にね、食べさせに行こうと思います。うわ、なにこれ。臭っ。ちょっと待って、これさ、飲み込む前の常人でこの反応、この汁でいいですわ。歯磨きしてるやん。あ、歯磨さん、ちょっと見た目無理っすね。ほんまに一かじりぐらいでもいいとかで。うわ、臭っ。トロッとね、ペロぐらいでもいいかもしれない。うえ全員こうなる。通常はこの反応になる味です。さっき冷静にレビューしてたけど、正直言います、とっくりの風の時過去一やばいかもしれない。腹減ったな。そういえばやばい、漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私は食べれるの最高すぎる。美味しい。